皆さんこんにちは。前回は庭木の植え方1として裂植の仕方をご説明しましたが、今回は単木1本の木を植える場合の植え方について説明したいと思います。まず木を植える位置を決めて大まかな円を描きます。今回の植木は高山木です。根鉢の大きさをスコップなどで測って一回りから二回り大きい穴を掘ります。まあ、たまにセミの幼虫なども掘り返してしまいます。掘った穴を見てみると粘土質で水はけが悪そうな感じです。粘土質の土はこのように握るとすぐ固まってしまいます。普通の土はこのように握ってもすぐほぐれますので、空気や水が通りやすいということです。土の状態を見極めて良くない場合は土壌改良剤を使って改善しなければなりません。粘土質で水はけが悪い場合は根腐れを起こしやすいので、根鉢の底の方に空気層を作ってやります。大粒のパーライトなどを下に敷き込むと根腐れがある程度防げます。埋め戻す土にも状況に応じて土壌改良剤を混ぜます。この場合は AG6 を混ぜています。ネニ酸素などでも効果があると思います。鉢底に脚土を少し入れます。鉢底に入れる脚土は中高にして山形に盛ります。なぜそうするかをこれから図解で説明いたします。ここに木を植えるわけですけれども、この木の根鉢よりも一回り二回り大きめに穴を掘ります。ここに穴を掘って木を植えるわけですけれども、素人の方が陥りやすいのはこういうふうに穴を掘る、このように穴を掘りがちなんですが、このように掘ると木を収めるときにここの角がぶつかってしまって、例えばちょっとずらしたいというときに融通が効かなくなってしまいます。ですのでここの壁はなるべく垂直に掘ります。そして深さもたっぷりと掘ります。このような穴を掘るのが理想です。そしてここに木を入れるわけですけれども、その時に根鉢の底の部分の土をこのように山形に持っておきます。そうすることで植えるときに
この根鉢の上の高さと地面の高さをぴったり合わせる。この高さを合わせることが大事なんですけれども、高植えになったり深植えになったりしないように調整しなければなりません。その時にこの重い根鉢をちょうど良い高さにするために、このように山形に持っておくと摩擦が少ないので、この根鉢をこのようにぐりぐりと回すだけで木の重さで下がっていきます。ぐりぐりと回しながら下げていって、根鉢の高さと地面の高さがちょうど良い高さになるところで止める。このようにすると重いものが簡単に据えることができます。その後土を入れれば良いわけですけれども、例えば下げるときはこのように下げていけばいいですが、例えば下げすぎてしまったり、あるいはこの土の盛り方が少なくて根鉢を入れてみたら深かったということがあります。この高さまで上げなければなりません。根鉢を取り出して土を盛り直すということができればいいんですが、根鉢が重ければそれも大変です。そういう時はどうするかというと、深く植えすぎてしまったらこの木をまず傾けます。この時にここに角に当たってしまわないように根鉢は広く、そして垂直に掘るということが大事なわけです。根鉢を傾けたらここに土を入れます。こちら側に土を入れます。そしたらここの土を支点にして根鉢をこう起こします。そしたら今度こちら側に土を入れます。そして今度ここを支点にしてこのように持ち上げてここに土を入れるということを繰り返していくと、このように傾けて土を入れていくと根鉢を上げることができます。深く植えすぎてしまったときはそのようにして高さをきちんと合わせましょう。根鉢の高さが決まったら土を入れていくわけですけれども、この部分に土を入れていきます。そしてこの脇にも土を持って水鉢というのを作ります。そしてここに水を入れていきます。ホースで下の方まで入れてここで水を出すと良いでしょう。水が このように根鉢より上に来ても周りにこぼれないように水鉢を作っておきます。水を入れていくとこの土は下がりますので、下がったらまたこの土を、まあできればこちら側から取ってこの土を出していきます。水がまんべんなく回ったら木を揺らしますけれども、この揺らす意味というのはこの根鉢の底にある空気、これを外へ逃がしたいわけですね。こう傾けることによってこの空気が上に出ていきます。こちら側もこう傾けて空気を外へ追い出します。そうすることで根鉢とこの土が密着していくわけですね。
このようにして地面の高さと同じになるように根鉢を植え付けます。こう傾けた時にスーッと土が沈んでいきますので、そしたらまたこの土を中へ入れていきます。このようにして植えると失敗がないと思います。では理屈を踏まえて実践をしていきます。土壌改良剤は使いますが、肥料などは植え込みの時には入れない方が良いと思います。あ、開けちゃっていいよ。ちょっと待って。いいよ。足んないか、もう一杯か。うん、もう一杯だね。水決めの時にボーヤスコップを突っ込んでぐちゃぐちゃに混ぜる方もいらっしゃいますが、私はあまり必要性を感じません。後で木を揺らした時に土と水は十分に混ざると思います。あまり道具や周辺を汚さない方が良いと思います。水鉢の内輪の土を崩しながら水とともに中へ入れていきます。根鉢そのものには最後まで水をかけません。根鉢によっては後で揺らすときにぐずぐずになってしまったりすることがあるからです。根鉢の周りに水が十分に行き渡ったらゆっくり火を傾けて前後左右に揺らします。スーッと泥水が吸い込んでいったらまたそこに土を補充します。水の浮力も手伝って女性でも簡単に揺らすことができます。ただし傾けすぎて木を倒してしまわないように気をつけてください。
根っこの中のですね、うん、これ。植え込みが終わったら支柱をかけます。木が活着して根付くまでこの木を支える重要な役割がありますので、手を抜かずどんな小さい木でも植えた時には必ず支柱をしましょう。八つ掛け支柱のやり方については以前に動画を上げてありますので、そちらを参照してみてください。葉っぱでわからないですね。幹の周りを囲むように3本の竹を順番に当てていきます。竹と幹が3箇所当たっていて、さらに竹と竹が2箇所当たっていれば強度が得られると思います。
中の竹は 2,3 年すると茶色く枯れてきます。その頃には木もしっかり根付いていますので、もう支柱の必要はありません。今回の場合は3本の竹がしっかりと地面に刺さりましたので、根食い、やらずは打ちませんでしたが、本当の八つ掛けは木の上の部分で5箇所、根食い3箇所、合計8箇所を結束して八つ掛けと言います。しばらくの間は雨や冠水の水が外へ逃げないように浅い水鉢を残しておくと良いでしょう。不要な時期が来たら平らにならしてください。前回と今回は木の植え方についてご説明いたしました。ご視聴ありがとうございました。